ます聞いてます。ジュースに入りました。でもほんまに噛まなくていいんですよ。5つ4つそうです。いつのよ、いつのよなんです。勉強だった、はい、ありがとうございます。おはようございます、こんにちは、こんばんは。はい、そうしましたらここは門間の門間神社の近くに喫茶店があるということで、これ本当に民家ばっかりですね。自家焙煎コーヒーエマさん、こちらですね。わ、なんかすごい、なんかあの木の質感がいいですね、いい感じ。あ、これ、日の丸の下にコーヒーカップがあって、エマさん、じゃあ早速お邪魔したいと思います。失礼します。こんにちは。あ、こんにちは、いらっしゃいませ。こんにちは、失礼します。竹原よしこです。どうも、はじめまして。どうぞ、はじめまして。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。あの、こんなマジハズレまでよくいらっしゃいました。何年ぐらいなの？あのね、17年。あ、実はそうですか。あの、11月の10日がうちのお店の、はい、あの、お誕生日なんです。おめでとうございます。ありがとうございます。皆さん、誠に皆様のおかげさまで。皆様、あの、11月の10日はぜひご来店ください。いやいやいや。夫婦2人が住宅街の中でひっそりと営む自家焙煎コーヒーエマ。夫栄勝さん、妻雅美さんの最初の字を取り、明るく笑える空間にしたいと店名を決めたそう。その喫茶店いろいろ行かせていただくんですけど、はい、白衣を、はい、はい、お召しになってる喫茶店初めてで、実はね、それびっくりしたんですけども、僕のイメージだと、日々ですね、はい、コーヒーとこの真摯に向き合っている、はい、コーヒー科学研究室 の、 ああの室長みたいな、ああの、実はイメージでやってるんです。じゃあ室長、おすすめのコーヒーがありましたらお願いいたします。ありがとうございます。はい、ね、石垣島の生まれなんです、実は。あ、そうですか。沖縄の、そうなんです。行ったことない、はい、綺麗なとこですよね。はい、写真しか見たことない。一緒に行きましょうか。あ、行きます、行きます。お願いしますよ。ツアー組んでください。もういつかね、僕お客さんと一緒に行きたいっていうのが夢なんですけど、はい、沖縄のね、石垣島の八重山 の、はい、あの風情を落とし込んだ、実はオリジナルのコーヒー。あ、じゃあそれください。はい、で、それがあの、いつのよブレンドっていう。いつのよブレンド、はい、はい。この日は妻の雅美さんが用事のため不在ということで、少々突っ込んだ話を。え、奥さんは、どこに一目惚れしたんですか？一目惚れ全然。いや、なんか分からんけど、その、いやいや、そんな感じがする。だって室長、やっぱ研究研究の目をお持ちなので、そう、女の人を見る目も厳しい感じがする。いやいや、厳しくはない。僕はあの、とあるタレントさんのね、あの、マネージャーを、実はされてたんですか？そうなんですよ。どなたですか？川島英吾さん。すごい。はい、あの、実はそうなんですよ。で、じゃあうちの家内もね、はい、あの、英吾さんのマネージャー一緒に、だから二人で一緒にね、マネージャーすると。で、情報。これがポイント聞いてもらっていいですか？そうそうそう。ああ。そうそう。それで出会って、そこで出会って、そう、好きになった。一目惚れのポイントは、あのね、はい、うちの家内ね、うん、僕が言うのもなんですけどね、うん、あの、しっとり芯が通った、しっかりとした、あの、人なんですよ。まっすぐなんですね、はいはい、うん、やっぱりこう、やっぱそういうところに惹かれたっていうのは一つありますよね。だから、いや、もうこんな言い方すると情けないですけど、この人についていったら俺幸せになる。なれ、来てもらおう、自分が幸せに浸るじゃなくて、してもらおうと、幸せにしてもらおう。そうなんですよ、はい。いつのよブレンドですね。これ、あれ、それぞれあのコーヒーの器が違う。そうです。あの、本当はね、すいません、あの、もう好きなもの選んでもらいたかったんですけど、ちょっといろいろおしゃべりしてるうちにも
僕が、はい、あのこれがなんかお似合いかなと思って。 ありがとうございます。はい、あ南の香りがする、はい、ありがとうございます。なんか滑らかね、なんか飲みやすくね、できるだけとは思って雑味がなくってスッと入っていくコーヒー、はい、あのできるだけ、まあ、飽きのこないねコーヒーをと思いながらね、はい、何杯でも飲めるかな。ありがとうございます。いつのよっていうね言葉なんですけど、はい、八重山にはね、はい、いわゆるこうミンサー織っていうね伝統的な織物があって、はいあはい、沖縄行くとこういうの見かけると思うんですけど、はい、これはコースターなんですけど、はい、あのいつのよっていうのはね、はい、要するにこの5のマスとこの4つのマスね、はい、これを交互にずっと並べていって帯を作るんです。5つ4つ、そうです。いつのよ、いつのよなんです。勉強になった、はい、ありがとうございます。5つと4つのマスを交互に走らせたミンサー織にはいつの世までも仲睦まじく暮らせますようにという祈りが織り込まれているといいます。そんな島心をコーヒーでも堪能してもらいたいと、いつまでも何杯でも飲みたくなるようなオリジナルのいつの世ブレンドを作ったのだとか。そして夫婦が石垣島の良さをもっと知ってほしいと畜産業に携わっていた経験を生かした石垣牛のカレーもおすすめ。前置きますね、はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。できました。はい、どうぞ。うわー、美味しそう。石垣牛すじカレーです。ゴーヤが乗ってます。はい、うん、美味しい。なんかでもあのスパイス効いてます。美味しい。あのありがとうございます。今牛が、はい、あの口の中に入ってたんですけど、はいはい、とろけます。とろけますでしょ、うん、でとろけるのと一緒に、はい、香辛料が効き始めて、はいはい、であの甘みがあって。甘さの秘密は淡路島の玉ねぎ。そこに八重山のスパイスや黒砂糖を入れ一昼夜煮込んで完成させます。石垣ますます行きたくなりました。ぜひとも。はい、ここからは喫茶店の落ち着いた雰囲気の中で竹原さん自身のことを伺います。以前、はい、どんぐりという名前で活動されてたのを、はい、竹原に戻したわけとは。あ、なんかよく取材を受けてて、ありのままで生きるとか言って、 ありのままでこのままでいいんやと思って、なんか今良かったと思いますって言ってるけど、ふとした時にありのままって言ってるけれども、名前がそもそもその落語を習ってた時のどんぐりをその取ってるから、なんかありのままじゃないなと思ったんですね。それとか、あと、まあ、あの去年その私カメ止めの、 あのフランスのリメイク版の映画にあのオファーいただいて、でその、まあ、リメイク版をいただいた時に、まあ、同じ名前でないとおかしいなと思って、それで亀止めが竹原よし子やのに、あのこっちのリメイク版がどんぐりやったら、あ、なんか中国白やなってなんか思って、それで名前変えようと思って、ね、それとか、あと、まあ、あの神社とか、ね、 まあ、どこでもそうですけど、行ったらその割とどんぐりどこでも転がってて、なんかあの自分も踏んで歩いたりしてるから、なんかあのなんか踏んでるなと思って。